ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場。味はグッドうまいリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは下の概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマは今人気のサプリメント HMB の効果的な摂取タイミングとはです。どうぞよろしくお願いします。はい、HMB についてはですね、以前ブログじゃないか、動画でもう撮らせていただいてるんですけども、質問ございますので、しっかりと答えていきたいと思います。でも今日はですね、ちょっと、まあ、このビデオを撮る前にですね、足のトレーニングをしたんですけども、まあ、そもそもがちょっと疲れてたんですよ。結構疲労が溜まっててですね、まあ、その中で限界のトレーニングをしてきたんで、ちょっといつも以上にですね、目が開きません。疲労感がたっぷり出ているんですけども、まあ、ぜひですね、お付き合いいただければと思います。やっぱりスクワットはもう万全な状態で行っていきたいですね。いや、もうかなり疲れました。本当は、今日高重量のトレーニング日だったんで、まあ、クォーターですよ。最高クォーターで240キロまでやってたんですけども、もう疲れてたんでですね、今日は200キロでも結構限界でしたね。まあ、昨日、ベンチをしていたんですけど、ベンチの疲労も残っていますということだったんですけども、まあ、本当に力が入らないっていう。まあ、でもですね、まあ、力が入らない中でも常にですね、その時にですね、ベストのトレーニングができれば、まあ、いいかなっていうことで、今日頑張ってきました。まあ、ちょっとね、話脱線しちゃったんですけども、ATMB ですね。そもそもですね、ATMB っていうのは、まあ、体内ではですね、0.2g から 0.4g くらいしか生成されてないと言われております。そして、ロイ氏の代謝物としてはですね、まあ、10% から 15% ぐらい生成されるようですね。なので、1g 取ると、0.02g から 0.04g の HMB が生成されるということになります。まあ、これすごく少ない量なんですよね。まあ、そこでなんですけども、HMB っていうサプリメントがですね、まあ、私の記憶が確かであれば、2010年ぐらいから出始めたと思うんですけれども、間違ってたらすいません。まあ、本当にその生成、まあ、代謝物としての HMB がそのまま製品化されて日本にようやくですね満を持して出てきたというわけになります。で、効果としてはですね、まずは筋肉のですね、まあ、つきやすさっていうんですかね、まあ、筋肉の合成、これの促進です。そして筋肉の分解の抑制、まずこの2点が今回のポイントになります。でよくですね、その量を取るのにプロテインの何十倍の効果っていうふうに謳っているものがあるんですけども、ちょっと盛りすぎというか言い過ぎですね。プロテインにはプロテインのやっぱ目的と良さがありまして、あくまでも、まあ、ロイシンとして摂取した場合にですね、プロテインに入っているロイシン量から、まあ、掛け算していくと、まあ、20倍とか、まあ、数十倍という表現になっているだけです。まあ、ですのでプロテインが悪いとか、あとプロテインがですね、効果がないっていうことではないです。で同じようにですね、HMB も効果がないとかっていうわけではなくて、しっかり効果あるとしものとして認められています。まあ、それがですね、先ほど言った、まあ、筋肉の構成促進、筋肉の分解の抑制という形になっています。で今回ですね、ご質問いただいた方っていうのは、私がトレーニング中にですね、HMB を取っていたので、多分不思議に思ったんだと思います。っていうのがですね、HMB っていうのは、1日、だいたい 3g を目安に取っていきます。これをですね、1回に 3g じゃなくて1日3回取っていくので、まあ、ベーシックな飲み方としてはですね、まあ、まず起きて起床ですね、起きた時、あとは、トレーニング前、そして、寝る前かな、大体皆さんこのタイミングで 1g という感じで取っていると思います。でトレーニング前っていうのはですね、大体吸収始まるのが30分前で、ピークになるのかな、HMB の体内濃度がピークになるのが約 2時間後と言われているんですよね。まあ、そういった意味で、まあ、30分経ってから、まあ、2時間後の間がこう HMB が効果を発するので、まあ、トレーニング30分前に取っていくっていう形にはなるんですよね。でこれ全然間違ってないですし、むしろ正しいご意見だと思うんですよ。じゃあなんで私が HMB をトレーニング中に取っているかっていうことなんですけども、あるですね、トップビルダーの方が、まあ、トレーニング中にもプロテインを取っているわけですよ。で私は以前それに対してやっぱり疑問があったんですよね。やっぱりプロテイン少し重いので胃に溜まると、まあ、血液がですね、胃に溜まって筋肉のパンプアップをですね、まあ、ちょっとあまりできないような状態にしてしまうっていうのをずっと思っていました。
ただですね、少しずつ、まあ、トレーニング中にもプロテインを取った方がいいっていうのが出てきたりとか、まあ、何よりですね、その方が結果を出している方なんですよ。すごく結果を出している方がトレーニング中にプロテインを飲むことによって、まあ、トレーニングしているさなかでも筋合成をしていくっていうことに注目してですね、取っていることを目の前にしたときに、まあ、科学的なことも重要なんですけれども、やっぱり結果を出している方の方法っていうのを真似するのが一番いいんじゃないかなっていうのもすごく思ったんですよ。で、その観点からいくと HMB も一緒で、やっぱりまあ、じゃあ仮にですよ、トレーニング前30分前に HMB を取って、まあ、トレーニング中はそれでいいとします。トレーニング中にプロテインを取るという観点で言ったら、やっぱりトレーニング中に HMB も取った方がいいのかなっていうのを私はちょっと感じたわけですよ。ですので、全然科学的な根拠があるっていうわけではないんです。ただ、その人たちの方法を私はちょっと真似をして、やっているっていう感じなんですよね。だから、全然、真似しなくてもいいですし、興味がある方はですね、ぜひ試していただいてもいいかなと思っております。ちなみに、HMB の 3000g、まあ、3000g ではいけないのか。3000g じゃなくて、HMB の、3g っていうのはですね、過去実験で 6g 取っているものもあるらしいんですよ。で、その時に、まあ、3g でも 6g でも、あまり効果変わらなかったみたいなんですよね。あまり変わらなかったっていうのは大きく変化がなかったっていうだけで、じゃあそれが 4g 取ったからダメとか 5g 取ったからダメっていうわけでもないんですよ。まあ、なので私はですね、だいたい1日 3g から、まあ、4g 取る時の方が多いですからね、 4g 取っています。まあ、これはですね、サプリメント全般的に言えることだと思うんですけども、ドンという大きい効果ってやっぱりなかなか目に見えたものってわからないと思うんですよ。ただやっぱり日々積み重ねて、例えばもう HMB に限らずですよね、プロテインにしろビタミンにしろ、まあアミノ酸系 BCA とか EAA とか、それこそフィッシュオイルの EPA、 グルタミン、もうこういったものっていうのは一回取ったからどうこうっていう問題じゃないと思うんですよね。ただ日々の積み重ねとして、まあ、結果体がこう反映されているっていうことだと思うので、まあ本当私のようにですね、まあなんていうんだろうな、こう試してみたいとか、自分で実験してみたいっていう方はですね、ぜひトレーニング中のサプリメントにもですね、HMB を入れてみてもいいんじゃないかなと思っております。すごくね、ご質問いただいた方っていうのは真面目にトレーニングされてる方だと思うんですよね。トレーニング中に HMB っていうところにすぐ気がついたっていうことですので、なので本当になんていうんですかね、今のままでもいいと思いますし、私のようにトレーニング中に入れていただいても全然構わないと思いますので、本当参考程度にしていただければと思います。今日はこんなところですかね。もしですね、まあ、こういったご意見ですね、私もいただけるとすごく自分が今何やってるかっていうのもお伝えしやすいですし、ぜひですね、皆さんのいい方法なんかも教えていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回もありがとうございました。